微小管に沿って運動するキネシン。微小管に結合したキネシン二両体。微小管に結合したキネシンが移動する仕組み。キネシンの構造キネシンとは、真核生物の細胞質中に含まれるモータータンパク質の一種。酵母からラット、人を含め広く存在するタンパク質の一群で、この中では最初に発見された コンベンショナルキネシンの研究が最も盛んに行われている。キネシンは主に ATP を過水分解しながら、微小管に沿って運動する性質を持ち、細胞分裂や神経軸作輸送などの細胞内、物質輸送に重要な役割を果たしている。キネシンスーパーファミリーの分子構造は多様であるが、主なものは分子量約12万の132本と、 分子量約6万の計算2本からなるに両体である。重差は、モータードメイン、ストーク、ビブからなる。モータードメインは通常網の3配列の N 末端側にあり、ここで ATP を分解し、微小管と結合する。ストークは、コイルドコイル構造を持ち、2本の重差がねじれ合ってこの、領域で結合している。ビブは、 様々な荷物と結合するため、多くのバリエーションがある。分子形状は、約80ナメートルの棒状で、微小管との相互作用部位は重さ N 末端にある a t p ーゼ活性部位を持ち、微小管と結合する部位を持つ。このモータードメインの構造は、ミオシンや G タンパクと似ている。このモータードメインには、微小管の存在しないところでは通常 OADP が、 結合しており、その帰りは非常に遅いが、微小管によって、その帰りが1000倍以上早くなる。キネシンの微小管上での移動は単分子でも可能で、微小管に結合すると1秒以上微小管に結合したままおおむね1マイクロメートル程度移動することができる。頭部はキネシンの特徴であり、そのアミノ酸配列は主樹のキネシン管でよく保存されている。 それぞれの頭部には二つの結合部位がある。一つは、微小管結合部位であり、もう一つは、ATP 結合部位である。ATP の結合と、下水分解、ADP の放出は、微小管結合部位の立体構造と頭部に対する、ネックリンカーの配向を変化させる。キネシンの運動が起こる。中央のベータシートドメイン及び、スイッチ合い及び、 2ドメインを含む頭部のいくつかの構造は、2つの結合部位とネックドメインとの間の相互作用を媒介するものと考えられている。キネシンは ATP の代わりに GTP を加水分解する G タンパク質と構造的に似ており、いくつかの構造要素、特にスイッチアイドメインとスイッチ2ドメインが共通している。キネシンは基礎酵素活性が低く、 微小管で活性化されると顕著になる傾向がある。さらに、キネシンスーパーファミリーの多くのメンバーは、ビブドメインのモータードメインへの結合によって、自己阻害される。そのような自己抑制は、カーゴ、またはカーゴアダプターへの結合のような追加の調節を、介して会話することができる。細胞内では、ガスやグルコースなどの小分子は、必要な場所に拡散する。 細胞体で合成された大きな分子や消胞のような細胞内構造物やミトコンドリアのような細胞小器官は大きすぎて目的地まで拡散できない。モータータンパクは細胞の周りの大きな積み荷を目的地に運ぶ役割を果たす。キネシンはモータータンパク質であり微小管に沿って一方向に歩くことによって積み荷を輸送する。その際、 歩行の各ステップで、アデノシン三ン酸一分子を加水分解する。ATP の加水分解が歩行の各ステップを駆動し、放出されたエネルギーが頭部を次の結合部へと、前進させると考えられていた。しかし、キネシン頭部が前方に拡散した際に微小管に結合しようとする、ことで、積み荷が引っ張られるとする説も存在する。 また、HIV 等はキネシンを利用して、フォールディング後にウイルス粒子を行き渡らせる。キネシンスーパーファミリーには、人及びマウスにおいては45種類ものメンバーが存在することが知られている。この中には、微小感情をマイナス単からプラス単に移動するもの、逆にプラス単からマイナス単に移動するもののほか 微小管の脱重号を促進するものも存在する。例えば、寄付にと呼ばれるキネシンは、主に微小管の脱重号に関与すると言われる。寄付後や寄付一同様微小管上を移動するが、微小管末端に到達した後、微小管からの帰りに伴い微小管末端の中部ンを微小管から切り離すことが知られている。 分子モータータンパク質キネシンの多くの理論モデルが提案されている。タンパク質構造の役割、ATP からのエネルギーが機械的仕事に変換される正確な方法、熱的揺らぎが果たす役割に関する不確実性が残っていることを考えると、理論的研究には多くの課題がある。これはかなり活発な研究分野である。 特にタンパク質の分子構造と実験的研究から得られたデータとの関連をより良くするアプローチが必要である。単一分子の動力学はすでに十分に説明されているが、これらのナノスケールマシンは通常大規模なチームで動作するようである。最近の実験的研究でキネシンは微小管に沿って移動しながら相互に作用し、 その相互作用は短距離で弱い引力であることが示された。開発された一つのモデルは、これらの粒子の相互作用を考慮に入れており、動的速度は相互作用のエネルギーに応じて変化する。エネルギーが正ならば、結合の生成速度は高くなり、結合の切断速度は低くなる。微小管への出入りの速度もエネルギーによって変化することがわかる。 第2のサイトが占有されている場合、参入率は α q となり、最後から一つのサイトが占有されている場合、退出率は βr となる。この理論的アプローチは、特に非常に大きな不エネルギーの極限の場合、このモデルに対する、モンテカルロシミュレーションの結果と一致する。結果に対する通常の完全に、非対称な単純な排除過程は、 エネルギーを例にしてこのモデルから回復できる。近年、微小管に基づく分子モーターがあり糸分裂に役割を持つことが発見されている。キネシンは適切な防水体の長さに重要であり、全中期と中期には、防水体内で微小管が離れて滑るのに関与し、後期には、中心体で微小管マイナス端が脱重合する。特に、キネシン5ファミリータンパク質は、 防水体内で微小管を引き離し、キネシン13ファミリーは微小管を怪獣合する。図にスイッチとスイッチの拡大図キネシンがどのように微小管上を動くかについてはいくつかの説が唱えられている。ここでは代表的な2つの説を示す。ハンドオーバー、ハンドモデルキネシンの2つのモータードメインが交互にまるで歩くように、あるいは手繰り寄せるように、 前に出て動くという説。その原動力になっているのは、ネックリンカー付録の解説よび参照と呼ばれる、領域が AT、ATP AD、ADP の結合乖離に応じて前向きに、折れ曲がったり離れたりを繰り返す運動ではないかと、考えられている。滑り説滑り説は、キネシンが微小感情を滑るように移動するという説で、ある。 右に示した図が、キネシンの活性発現に関し重要と言われる、領域の拡大図である。冒頭のキネシンの構造図で言うと、左下から見上げた形になる。キネシンのモーター領域には、L9 からなるスウィッチ I と呼ばれる領域と、スウィッチ2クラスターと呼ばれる、L11α4L12 の領域が存在する。この二つの領域は、 ATP の下水分解に際し、その構造を大きく変化させる。スイッチ I とスイッチ II の L11 には、ATP の下水分解に直接関与するアミノ酸残器が存在し、また、スイッチ領域は微小管結合部位となっているが、ATP の下水分解に際し、スイッチの L12 の部分で微小管を形成する、タンパク質の E ホックと呼ばれる。 感表面に露出した感情の部分を順次つかみ変えて移動するらしいと考えられている。なお、e ーホックは微小感情におよそ4ナノメートルの間隔で存在する。1回の ATP 化水分解で8ナノメートル進み、1秒あたり100回以上繰り返す。ありがとうございます。